広瀬すずが2022年春に放送されるスペシャルドラマ津田梅子お札になった留学生テレビ朝日で主演を務めることが分かった。広瀬は2024年20年ぶりに発行されることになった新紙幣の5000円札の顔として描かれることになった津田梅子、幼名梅を演じる。梅子は日本初の女子留学生としてアメリカに渡り、後に女子教育の先駆者として活躍。女性も自分の意思で未来を選択し自立していく力が必要と信じ、明治という大変革期を力強く駆け抜けた。劇中で広瀬が披露するレトロクラシカルな貴婦人ファッションも大きな見どころとなる。広瀬は津田梅子さんの生涯をとても魅力的に描いた作品です。繊細なお芝居ができるのが楽しみで、ぜひ挑戦してみたいと考えましたとコメントした。